皆さんこんにちは、ひなたです。皆さんこんにちは、小春です。今回はユニクロと GU のトレンド特集です。行きましょう。レディースは SNS で話題のアイテムを紹介します。あれがものすごい勢いで人気を伸ばしていますよ。人気のパンツ類は直前の動画で紹介したので、それ以外のものからピックアップします。メンズは U 以外の人気の新作をフィーチャーします。またまたすごいものを見つけました。最初に見ていくのはこちら。とにかくトレンドの勢いがすごいです。イージーフレアパンツ、丈標準68-70cm、お値段は2990円。ストレッチで楽ちん、センタープレスで綺麗、丈長めの新作も人気です。詳しいサイズは、渡り幅は普通です。また髪は普通です。裾幅はもも周りと裾周りが同じくらいです。評価のポイントはこちら。サイズ、パンツ、プラスサイズの私でもこのパンツはすごく足が綺麗に見えて、履き心地も良く、シルエット最高です。シルエットが綺麗に決まるパンツを探していましたが、こちらのパンツはバッチリ理想通りでした。パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。パーソナルカラーを取り入れたシンプルコーデの色の組み合わせです。イエベ、ハルさんはスウェットワンピースのカラーが得意です。ブルで、夏さんも大丈夫。ブルで、冬のカラーを見て明るめのカラーを選べば良いです。はい、次は U アイテム。テーラード、ジャケット、セットアップ可能、7990円。詳しいサイズは、評価のポイントはこちら。サイズ、大きい、セットアップ。はい、次は 33% オフです。ポシャブルコットンクルーネックセーター、長袖、1990円。詳しいサイズは、雪丈は少し短めです。評価のポイントはこちら。サイズ、ニット、コットン。次はこちら、35% オフです。ボーダーオーバーサイズ T、長袖、1290円。詳しいサイズは、雪丈は普通です。評価のポイントはこちら。サイズ、ボーダーオーバー。次は、ストレッチダブルフェイスナロースカート、丈標準80-84cm、1990円。ストレッチで楽に履けて、すごく細く綺麗に見えると人気が伸びています。評価のポイントはこちら。良い、丈もちょうど良く、素材も高級感があり、着心地もとっても良いです。はい、次は GU のアイテムです。初めての安値、 20% オフです。ハイウエストセミワイドジーンズ、丈標準72-76cm、お値段は1990円。詳しいサイズは、渡り幅は普通です。股髪は少し深めです。裾幅はもも周りと裾周りが同じくらいです。評価のポイントはこちら。サイズ、ウエスト。こちらを普段のワンサイズ上で試着したところ、ストンと落ちてお尻の丸みが目立たずスッキリ。当然ウエストは緩めですが、ハイウエストなのでベルトを締めれば支障ありません。
はい、次は。カーブタックパンツ、価格は1990円。メンズアイテムでしたが、女性に人気でユニセックスに変更されています。詳しいサイズは、渡り幅はかなり広めです。また髪は深めです。裾幅は足首に向けて程よく細めです。評価のポイントはこちら。ウエスト、シルエット。私はウエストが細くてヒップ&太ももがしっかりしているので、このパンツのシルエットが絶妙にカモフラージュしてくれます。どなたかのブログで紹介されていて気になって見に行ったら、とても好きなシルエットでした。次はこちらです。ミラノリブニットジャンパードレス。価格は2490円。評価のポイントはこちら。サイズ、ワンピース、ボタン。まずはこちらから、メンズアイテム、U 以外の人気の新作をお届けします。ウルトラストレッチドライスウェットパンツ、丈標準 67.5 から 73.5 センチメートル。価格は2990円。9月に発売されて売り切れていたものの、アップデート版のようです。メンズの普通のアイテムとしてはかなりの人気です。詳しいサイズは、渡り幅は普通です。股上は少し深めです。裾幅は足首に向けてだいぶ細めです。評価のポイントはこちら。いい。かっこいいブランドブツのトレーニングウェアにも憧れるけど、この値段とこのクオリティは他にない魅力。次はこちらです。ウルトラストレッチドライスウェットフルジッパーカ、長袖、お値段は3990円。詳しいサイズは、はい、次は新作のボクサーパンツがとても人気です。エアリズムウルトラシームレスボクサーローライズ、お値段は990円。シームレスなので好きな形にハサミで切っても大丈夫です。切りたいところがあればお好みでどうぞ。そのうちに有名バイヤーさんがレビューすると思うので待ちましょう。評価のポイントはこちら。心地、触り心地、履き心地が最高です。動画の概要欄からリンクをタップするとパーソナルカラーなどを見ることができます。今回の袋とじキーワードはこちら。今日のコーデガチャです。ユニクロ、GU の人気アイテムをランダムでピックアップします。はい。ユニクロ、ウォシャブルコットンクルーネックセーター、長袖、と、GU、キモオタックテーパードパンツ、チェック、に、ですね。わあ。レディースのアイテム一覧、1ページ目です。メンズのアイテム一覧、1ページ目です。はい。週刊番組表です。ユニクロ、GU、島村などの新作情報や値下げ情報をお届けします。週末には SNS のトレンドをまとめたニュースもお届けします。以上、今回はユニクロの特集情報をご紹介しました。ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。以上、プチプラ研究部の日向でした。次回の動画もお楽しみに。この動画は、ユニクロ、GU、島村、ハウツー、レビュー、をテーマにお届けしました。